どうぞ。はい、どうぞ。今なんか腰が楽だって話から、ズボンだと何て言うんでしょうね、こういう姿勢、前かがみの姿勢とか、あとこのつれるというか、股かみというんですかね、ちょうどやっぱり立ち方が R がついてる感じなんで、袴だとここが緩いので、本当に股かみのところにストレスがない。あ、太もものとか緩いから股かみにストレスがない。ね、なるほどね。プラス、はい、帯を締めて腰が決まるから、多分もっと多分ストレスがないんですよ。ストレスがない感じですか。腰が楽っていうふうに言ってた。腰、そう、ここも楽になって腰も楽になる感じです。腰を内股のところが楽。内ですね。ここの股かみにかけてが、ズボンだとどうしても、はい、まあ多分ビタッと合わせてあるっていう形状っていうのもあるんですけど、ここでこう決まって、帯の腰で決まって、ここで股のところ。そうですね。だから帯で決めてるのに、その袴の方が楽っていうのが、なんていうか、ズボンだとやっぱりここでボタンがあってとかジッパーがあってとかなんですけど、それで着てるとすごい窮屈で、袴履いた後っていうのが感じになっちゃうんですけど、それはそうですね。皆さんが話してる時に気が付いたら言ってください。はい、じゃあどうぞ作業する。